はいどうもー、のびでてギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回紹介する画材はですね、こちらの IKEA から発売されております。水彩絵の具、モーラっていう商品でございます。こちらですね、全14色入ってるですね、水彩絵の具となっておりまして、ちょっとね、開けながら説明していこうかなと思うんですけども、これですね、僕が購入したのはね、もう去年の話なんですよね。一時期ですね、IKEA の文房具とかにですね、 ハマっててた時期がございましてその時にですね一緒に全然開かないな一緒にですね購入させていただいたんですけどもこの子だけですね全然ね紹介してなかったのでちょっとですね今回はですね、まあ、機会にね紹介したいなっていう気持ちがねめちゃめちゃ湧いてきたので今回皆ささんにおお届けさせてていいただいておりますこちらですね「モーラ」っていうね IKEA のシリーズになるんですけどもそのモーラシリーズって言われるものは創造性豊かなお子様に必要なものが全 全部揃っってていますってちょっと僕はですね言い過ぎなんじゃないかなとか思ってるんですけども全部揃ってるみたいですねそしてですねなんと楽しくお絵描きしたり色を塗ったりそしてですね髪を切ったりしながら子どもの無限の想像力を通して世界を探検させてあげましょうこれはねめちゃくちゃ大事なんだと思いますしまあ「モーラ」シリーズのですねコンセプトはねめちゃめちゃいいなと思うんですけどもお子様に必要なものが全部揃ってるかって言われたらちょっと僕はですね言い過ぎな気はしておりますけどもそのねあとね 言った言葉っていうものは本当に間違いなくですね僕はねもうすごいいい言葉だなと思ってるのでぜひよかったらですねお子様と一緒にね楽しんでいただけると嬉しいなと思います、まあ、こちらですねちなみに商品のですね対象年齢が3歳以上っていうことでまあ3歳以下っていうことかな1歳2歳0歳1歳2歳3歳まではねこちらの商品では遊ばないでくださいとね記載があるのでそこはですね十分注意していただけると嬉しいなと思います、まあ こちらの商品に関して言うとですねなんとまあ無害っていうことで実はモーラシリーズはですねすべての商品が無害らしいんだよねだけど顔やですね体には使用しないでくださいと記載があるので皆さんはですね真似しないようにしてくださいではねこちら開けていくんですけどもちょっとね僕はですねイケアねあの調べてみたんですがちょっと色のですね名前っていうものがですね全然表記されてなくて でちょっと今回ね色の名前っていうのをですね皆さんにこれ一つ何色ですこれ一つ何色ですこれ一つ何色ですっていうのは皆さんにお伝えすることはできないんですけどもまあ、僕なりにですね皆さんに色の感想を伝えれればなと思っておりますでもねいつも通りですね試し書きしてたらですねこれね14色あるのでめちゃくちゃ長くなるじゃないですかなので1色ですねこの黄色っぽいですねまあ、ネオンカラーって言われてるものなんですけどもこのね黄色い項ですねまあ皆さんと一緒に試し書きした後はあとね一つ一つ 一つはですねシーンごとでですね皆さんには、まあ、色の試し書きの映像を見ていただいた後に全部ねもう塗られた状態で僕のですね感想っていうのをお伝えできればなと思っておりますあとはね皆さん水とか、まあ、筆って言われるものかな、まあ、こちらの筆に関してはですね僕どこで買ったか覚えてないんだけども確かダイソーだった気がしておりますあと価格って言いましたっけちょっと忘れちゃったんですけどもこちらのですねお値段が全14色、まあ、14色入ったボックスで 799円っていうことでどうですかね水彩絵の具としてまあ、ダイソーと比べてしまうとまあちょっと高いかなと思うんですけどもまあ、これがですねどれぐらいのですねまあ、色具合が出るかっていうのを試した後に799円の価値があるかっていうのはですね皆さんと一緒にですねじっくり試していければなと思いますではねもう早速ですがねちょっとね見やすい角度にしてですね1個目のこちらの1色やってみてあとはですねそれぞれのですねカットごとで皆さんには楽しんでいただければ嬉しいなと思います じゃあねまずはこの黄色っぽいネオンカラーをですね使っていければなと思いますこちらの水に筆をつけてですねあまりつけすぎるとですねベトベトしちゃいそうなのでちょっとね今お腹がなりましたけどもベトベトしそうなのでまあこんぐらいにしておいてちょっと塗ってみますこんな感じでですねまあ固形絵の具っていうことで結構ね最初水分つけないとダメかもしれないのでちょっとたくさんつけますねちょっとつけてみてこれ映るのかなあ映りそうではあるけども まあねあねのこの IKEA のねこの入れ物自体がちょっとねパレットみたいな形になっているので結構ね使いやすいんじゃないかなと思いますけどね今日ねあの IKEA のですねまあホームページ見てですね調べてみたらこれとですねまあ、ネオンカラーではなかったんだけどもこれとですねあのパレットが一緒になったセットとかも一緒に売ってたのでそれね結構便利なんじゃないかなと思っておりますじゃあねここにですねちょっとねネオンカラー黄色っぽい色をです、ね、確かめていければなと思っておりますせーのよいしょ。 あ結構待って皆さんにね綺麗に映ってるか分かんないんですけどもこれね電気暗くしたらねめっちゃ光ってそうな、ね、感じでですね蛍光色だなと思っております。 どうですか結構僕はね綺麗な色してるなって思っておりまして皆さんからしたらですね綺麗に映ってるかちょっとわかんないんですけども一回これ電気消してみていいですかもしかしたらね光る可能性ありますからちょっとやってみましょう一緒に電気スタートどうですか電気消ししした方がもしかかしか見やすいとかあるかなこれね今ね完全に電気消して、まあ、手元のね光だけはあるんですけどもいつもよりはですね暗くですね皆さんにお届けさせていただいておりまして結構ね僕の中でですねこちら こちらの水彩絵の具ね IKEA のなんですけどもめちゃめちゃいい印象があるなと思いますしまずね塗りやすいんですよねまあねあの今回ねこのスケッチブックの紙を使ってるのでちょっとねあのグワングワになりそうな気はしますけどもまああの水彩絵の具にですねぴったりのですねまあ、水彩用紙みたいな水彩紙みたいなのがありますのでそちらに書いていただいた方がもっとね綺麗にですね色塗りはするかなとは思っておりますちょっともう一色だけやってみていいですかじゃあちょっとですねこちらのオレンジっぽい 色をやっていくんですけどもやっぱりですね最初固形絵の具っていうこともあってですね結構ね水分つけていかないとあの溶けにくいかなと思っておりますでもね固形絵の具によってですねあの片付ける時がね結構便利じゃないかなと思いますしあとはここプラスチックなんでこの周りを拭いていただければね結構きれいに保てると思うので是非そのようにしていただければいいかなと思っておりますじゃあもう一回やってみますねこれ結構 こういいんじゃないかなと思いますね。こんな感じでございます。光ってるね。光ってるように見えるかななんかね、ネオンカラーっていうことで、僕がですね、あまりね、使ったことないようなですね、色の感じは出てるんですけども、暗い中でですね、絵描いたら結構光ってくれて、めちゃめちゃ綺麗で可愛らしい色が出てますね。ちょっとこのオレンジっぽいやつに関してはですね、このね、固形絵の具に比べると、ちょっと薄い感じはしておりますけども、全然十分いいですね。こんな感じでですね、綺麗 に塗れるっていうのがちょっとね僕もっと早くにですね IKEA のねこの水彩絵の具ね紹介しておけばよかったなっていうぐらいでレベルが高いですね水彩絵の具になってる気はしておりますこれね元々これ塗られた状態で皆さんに見せたらですね多分まあ水彩絵の具とは思わない方の方が多いんじゃないかなと思いますもしかしたらねあの蛍光ペンとかね使って塗ったのとか思われそうですけども実はねこちらの IKEA のモーラ水彩絵の具でございますやっぱりねモーラシリーズは先ほど言いましたけども。 楽しくお絵描きしたり色を塗ったり髪を切ったりしながら子供のですね無限の想像力を通して世界を探検させてあげようということで正直ねこれ3歳以上が年齢対象なんですけどもまあ僕自身ですねもう26歳でねもう年齢対象っていうか対象年齢はねもうはるかに超えてるんですけどもそれだとしてもですねめちゃくちゃ楽しめるのでぜひですねこちらのねモーラの水彩絵の具に関して言うとお子様にプレゼントしていただいてですねまあお子様だけで遊ぶっていうのもいいと思うんですけどもぜひお父さんお母さん おじいちゃんおばあちゃんひいおじいちゃんひいおばあちゃんひいひいおばあちゃんひいひいおばあちゃんあちょっとひいひいひが抜けちゃったけどももう全世界の皆さんと一緒にですね楽しめるねこちら水彩絵の具なんじゃないかなと僕は思っておりますでねあとですね12色分あるのでこれはですねちょっと僕しゃべらずに一つ一つですねシーンごとで皆さんにお見せしてですねその後皆さんにですねこの全部のですね塗った状態で僕なりの感想をお伝えできればなと思っておりますでは皆さんレッツラアートの世界 バイバーイ水彩絵の具使ってみてねーなんかわかんないけど電気暗くなったらちょっと静かな声になりましたレッツゴー <music> Think it's hard how we always wait another day How we watch things the kids walk away mm -mm, mm -mm. Let's live down by the water Watch it come and go home. I wish we were both To like sail away yeah. Can you be here and I'm good? ということでね、今回このような形でですね、イケアのモーラ水彩絵の具全14色をですね、色見本って形で皆さんにお伝えさせていただいたんですけども、終始ですね、めちゃくちゃ良かったなっていう印象でございます。ただしっていうのがございまして、まあ、色見本っていうことでですね、やはりね、色の名前とかはね、僕は知りたかったなっていうことで、まあ、色の名前とかですね、記載があればですね、もしかしたらね、僕の調べ不足っていうのもですね、大きくあるんですけども、まあ色 色のの名前っっっっててていいうのもちょととととねねボックスごとにですつ、ね、けけたただけると嬉しかったなと思っております、まあそれつけることによってねまあ値段がちょっと上がるっていうのももしかしたらあるのかもしれないんですけどももしねお子様向けまあ今回のですねモーラシリーズって言われるものはお子様向けにですねまあ届けてるっていうことってもし色の名前とかね記載があればですね一緒に色の名前も勉強できるんじゃないかなとか僕は思ったりしているのでそこら辺もですねもしね次ねシリーズが出るときに、ね、色の名前とかね記載があったら嬉しい なと思っておりますまあねあの終始ですねあの塗ってみてですねめちゃくちゃ楽しかったですしあとね最初前半部分はですね結構水多めで濡らしていただいたんですけども後半部分に関して言うとですね水分量少なめで濡らしてていいただいておりますそうすることによってですね実はねこの固形水彩絵の具なんですけどもよーく見ていただけるとですねキラキラ光っておりましてこちらねラメが入ってるんだよね。そうもちろんねねああの水分量少なくすするとです、ね、まあ、色が薄く ななららいいっていうのがありますすからラメもですね結構ね綺麗にねね映し出されれててるんじゃなないかなと思っておりますこれ結構、ね、あの比較対象にねしやすいのかなと思っておりましてこの右色のですねちょっとね濃ゆい青っていうのはその水分量少なめでやっておりまして結構ね光ってるんじゃないかなと思いますこちらはですね水分量多めでやらせていただいてたのでちょっとね光がねないんじゃないかなと思うので結構ねこれ比較対象としてはですねめちゃめちゃいいなと思っております ラメが入ってるだけでですねやっぱりね、絵描くのもですね、めちゃめちゃ楽しくなりますし、これでですね、僕が絵を描いたときにですね、どんなね、世界観になるのかっていうのもですね、ちょっと気になったので、また今度ね、こちらの水彩絵の具を使ってですね、絵でもね、描けたらいいかなと思っております。まずね、この14色ね、入ってるこのボックス自体が、まずめちゃめちゃ可愛くないですかもうそれの時点でですね、もう好印象のですね、まあ、商品だなと思いますし、何よりですね、こちらのモーラシリーズって言われるのは、まあ、オープニングでも言ったんです 子どものですね無限の想像力を通して世界を探検させてあげようっていうねそのコンセプトがですねめちゃめちゃいいなと思いますのでぜひですねお子様と一緒にですねこちらの水彩絵の具ね IKEA に行ったらですね購入してみるっていうのも一つかなと思っております、まあ、正直パレットが付いてるセットとかもあるんだけども別にパレットいらないんじゃないかなって僕はねあの絵を描いててですね思いましたなのでこのですねもしね単品っていうかこのねボックスだけで売ってるのであればこれだけでいいのかなと思っております もうこれ自体がねなななんかパレットみたいいになっっててるので全然問題ないと思っております、まあ、あとはですね、筆とかに関してもですね、まあ、めっちゃ絵描いてるっていう方からしたらですね、いい筆使いたいかなと思うんですけども、別にですね、100均とかでもですね、結構いい筆だと僕は思ってるので、このね、ダイソーとかのですね、筆購入していただいてですね、まあ、IKEA のですね、こちらの水彩絵の具で楽しんでいただけるといいのかなと思っております。もしかしたらね、IKEA でも多分ね、筆とか売ってそうな気がしてるので、まあ、一緒に購入すると するのがまあ早いかなとか思ったりもするんですけどもぜひですねそのような形でですね IKEA のね文房具画材をですね楽しんでいただけると嬉しいなと思っております正直ねこちらの IKEA のですね水彩絵の具に関してはね去年購入したって言ったと思うんですけどももっと早くね紹介しておけばよかったなと思っておりますまあ、正直ですね2022年としては初めて文房具まあ、紹介させていただいたのかなと思うんですけどもいきなりですね僕は紙画材に出会ってしまったなと思っておりますまあ価格799 とということで,ですねちょっと高いと思うかもしれないんですけども全然ねその値段の割にはですね評価がですねもう抜群に上をいってくれたのでもう僕はね買ってですね損はしないんじゃないかなと思っております、まあ、ただしねネオンカラーっていうことでこのですね蛍光色の色が多いっていうのもあるので。 でまあ、それがですね、あんまり好きじゃないっていう方はですね、買うのはお勧めしないかなと思っております。でもね、これ以外のですね、ボックスとかもね、あの、ホームページとか見たらですね、あったので、もしかしたらね、そちらとかもですね、まあ、確かめてみるといいのかもなと思っております。まあ、水彩っていうことでですね、水をね、使うっていうことなので、まあ、若干ですね、こちらの固形絵の具ね、もうこのままのよりも薄くなると思っていただいた方が、色見本っていうのはですね、イメージしやすいのかなと思っておりますので、ぜひですね、そのような形でですね、イケア行ってみてはいかがでしょうか。 ということでですね、今回はこのような形で、イケアのですね、モーラシリーズから水彩絵の具ボックス14色をご紹介させていただきました。また明日以降もですね、最高のアートの世界で皆さんとお会いしたいと思いますし、これからもですね、どん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 ノベリオータギャラリーは成長していきたいと思いますので、これからもよろしくお願いいたします。では皆さん、また明日お会いしましょう。バイバイありがとうございました。今年はもう1回ぐらいイケア行きたいなと思います。では皆さん、また明日バイバイ !1 回とは言わず2回3回行ってみようバイバーイ Away. I don't wanna care